何なんだお前ら。なんだご失礼。真の地球人だ。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。こしゃくな。地上人もなかなか多いらしい。このままでは我々の邪魔になる。絶滅してもらうことにした。せい！何者だったんだ、あの地上人は。俺は趣味でヒーローをやってるもんだ。俺は負けない。地上は俺が守る。おざけ、弱小種族が。俺は負けない。速攻だ。手を出せ。この気持ちは、この鼓動の高鳴りは、この緊張感は、久しく忘れていた。この戦いの高揚感は、そうだ、思い出した。これだ。おやおや、息子たちが随分と世話になっているじゃないか。これこそが、この地底王が相手をしてやる。息子たちが随分と世話になっているじゃないか。バトルは即興だ。これこそ生存競争だ。久しぶりの強敵か。
侵略開始だ。侵略開始だ。絶滅。この戦いの高揚感。ゴール。何なのだこの力は。覚悟しておけ。うっ、俺は負けない。バトルは速攻だ。うん、遅えぞ。忘れていた、この戦いの高揚感は。地上は我がいただいた。地上人には死んでもらう。我は地底王、地上人でも格の披露だば。さあやろうか。え、俺は強くなりすぎた。皆さんが今見ている光景がヒーローと怪人との戦いです。この世界にはしばしば怪人が出没します。怪人たちは人間社会の平和を脅かし、災害とみなされます。それらは危険度に応じていくつかのレベルに分類されます。虎、不特定多数の生命の危機。鬼、町全体の機能が停止、もしくは壊滅の危機。竜、いくつもの町が壊滅する危機。神、人類滅亡の危機。このマントを羽織ったスキンヘッドの男性は、3年ほど前まで就職活動に行き詰まっているどこにでもいるありふれた青年でした。その時、怪人の襲撃に出くわし、身を挺して男の子を助けたことで、幼い頃に憧れていたヒーローになる夢を思い出し、趣味でヒーローを始め、ヒーロー協会に所属するプロヒーローになりました。ヒーロー協会は戦闘能力の優れた者を募集し、怪人や災害発生時のヒーローたちの活動を支援する組織です。所属する何百名ものヒーローたちはヒーロー協会の指示のもと、今も各災害現場を奔走し、市民を守るために戦っています。これは、ヒーローたちの物語です。そして彼の物語でもあります。
待ってください。現場で怪人を発見しました。相手はたった一人。俺たちが協力すれば。行くぞ、スマイルマン。何？趣味でヒーローをやって。何だ？私は人間どもが環境汚染を繰り返すことによって生まれたワクチンマンだ。地球は一個の生命体である。貴様ら人間は地球の命を蝕み続ける病原菌に他ならない。人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は手の石によって生み出されたんだ。それもう死ぬ死にだろう。そんなに腕ひくちょっとしてやるやん。またワンパンで終わっちまった。
皆さん、お待たせいたしました。今回の会議は協会職員の私が進行役。ではワクチンマン消滅後の総括会議を始め、およそ3年前日増しに深刻化する怪人の脅威に抗う非営利団体である協会は、正義をモットーに今日も数多くのプロヒーローを集めています。協会の指示のもと、プロヒーローたちは災害現場へと赴き、怪人を、ヒーロー協会はまさに人類。しかし先日、まさにヒーロー協会本部のあるここ A 市が最強レベルの S 級ヒーローが協会本部にいる。それにワクチンマンはすでにあの男が倒している。それについては私の方からご説明させてください。ですが S 級ヒーローも現場に到着するまで時間がかかります。歌神さんなどあまりにも体が大きいですから、S 級ヒーローだけに頼るわけにはいきません。災害に抗うには他のヒーローたちの協力。ワクチンマンの一件からも分かるように、あの方が到着されるまで A 級や B 級ヒーローが怪人を足止めしてくれていなければ。それこそ今回の会議の要では、ここで2人のヒーローをご紹介させてください。皆さん、この2人は共に A 級ヒーローです。ヒーローネームは今回のワクチンマンによる災害で真っ先に現場に駆けつけたヒーローの一人でもあり、二人とも今回のワクチンマンの一件をどう？悪い。こうなってしまったのは自分たちの。今回の災害では数十名。待て。うん。協会の災害対策チームもワクチンマンの一件に関する報告書を繰り返し見直して、ヒーローたちは戦いの最中でアウンの子、その原因はおそらく急ごしらえで組まれたチーム。そこで対策チームの要望により、協会の研究員が合同作戦という新たな戦闘管理システム。それは一種のバーチャルバトルシステム。ヒーローたちがチームを組んでシステムが作り、合同作戦を通してチームでの戦闘。それでイナズマックス君とスマイルマン。しかし何、君たちの戦闘スタイルは比較的近い。分かった。うん、合同作戦システムを最大1階のホール中央にある。それと、いや、はあ、だから、あ、